みんなで読むミステリー第2回10日間の殺人の感想編です。はい、この番組はミステリーを数多く上演している劇団真心18番勝負がミステリーに興味はあるけれど読むきっかけを探している方や、たくさん読んでいるけれど語り合う場所がないという方のために、ミステリー初心者の劇団員と中級者のザツキー作家町山が週替わりで1冊ずつご紹介する早い話が面白い本を紹介するので、気に入ったら読んで楽しんでくださいな番組の感想編です。お相手は、今週というか先週か、先週の担当だったハリウと町山です。はい、あとあれです、あの俺もいます。ネタバレ禁止の紹介編とは打って変わって、ここからはネタバレありきの感想編になりますので、知りたくない方はぜひここで再生をやめて先週アップしました紹介編から聞いてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあネタバレ解禁でどうだった？ねえ、ね、どうだったよ、どうだったよっていうか、まあ主に私か。そうですね。いわゆるだね、紹介編をリアルタイムで紹介していただいて、まあ読んだのが私になるんだけども、うん、はい、まあ登場人物がちょっと多かったからさ。まあそうですね。あのでしかもほらみんな二つ名があるじゃん。二、はい、つ名っていうか、まあ二、まあ、つ名があるっていうのは、まあ最終的にしかわかんないけど、一つ名しか結局出てこないわけだけど、うん、最初の時は。でもさ、それがさ、ほら、横文字じゃん。だいたい横文字じゃん。高さとか。うんうん。で、なんつうの、ほら、うろ覚えで元の作家もなんとなく知ってる人はもちろんいるんだけど、はい、性別もそうだけどさ、なんつうの、とにかくほら、まあ、ちょいちょい言ってるけど、私割とほら、キャラで読んでいくタイプの人だから、うん、なんかその、状況で外から読んでいくっていうよりは、割と感情移入しやすそうなキャラとか、そういうので判別していく分、うん、まあ、最初のだからね、50ページ、100ページとかを乗り越えるのが結構しんどかったっつうか、大変だったっつうか、慣れるまで。そう、誰が誰だろうみたいなのが、わかんないまま読んでいくから結構しんどくて、まあ、だんだんこう、ほら、一人消え、二人消えしていくと、あの、人数が少なくなる分、サクッといけるみたいな。本土編はじゃあ読みやすい。そうそう。だから、その、本土編に入った途端に登場人物がぐっと減るわけじゃん。しかも横文字じゃないじゃん。そう。だから、そっからは結構早く行けた。そこまでが、なんだろう、あの、館のさ、いわゆるその、配置だったりとか、そういうのとかを把握するのにも結構なんかこう頭を使ってちょっと気持ち悪くなっちゃうみたいな。まあ、真四角な部屋で、真四角な建物で、うん、玄関入って右側が誰の部屋でとかだったらあれだけど、今回ほら真相改訂版はさ、図が入ってるじゃない。はい、うん、あの図を入れてくれてる分、え、元ないんだけど、元もあるんだっけ。まあわかんないけど、まあ、私が渡されてるのが改訂版だからあれだけど、はい、うん、そこまで行けば、あはっていう風に、はしやすいけど、ここがアガサの部屋ね。ただほら、分厚いから、あんまりこう、戻って図見たりとかは、ちょっとあんまりしなかったから、うん、あの、ぐいぐい先へ行こうと思うと、その本土編が始まるまでは結構しんどくて、本土編始まってからは、結構サクッとこう、入り込めたっていうか、うん、だから、どっちかっていうと、本土のメンツの方が、うん、あの、移入しやすい感じだったんだよね。的が絞りやすい。そんな感じだった。あ、でもアガサさんは、あの、ほら、押してましたから、ね、お気に入りのアガサさんは、ふふんと思いながら。ふふんって何ですか。こういうのがいいんだ。意外と死んじゃったけどと思って。あれ、死んじゃったなと思って。そうね、死んじゃいましたね、残念ながら。いたけどね。そう、アガサは、モデル、ね、今回出てくる人たち、みんなその、兄弟のミスケンの関係者をこうモデルにした人ばっかで。アガサは、あの、あやつ塾所の奥さん。小野冬美、実際本名出てくるとね、大野由美、みなかで。ちょっと綺麗めに。そう。確かにね。よしとこうみたいなね。小野冬美自体は兄弟じゃないんだけどね。他の大学のミスケンなんだけど。まあでも有名な方ってことだよね。出入りして。あれだけの、だって作家さんだもんね。ね。まあこのネタ自体も、このトリック自体も、小野冬美が考えた。ああ、そうなんだ。が思いつきで言ったやつを、ちゃんと書いてみた。みたいな。でさ、そのさ、ほら、まあ、いわゆる犯人であるところのさ、バンズです。
がさ、そのほら最初に招き入れるじゃん、館に、はい、もうその段階からさ、まあ一番確かに怪しいじゃん。そうですね、うん、でその読み進めていって、まあなんせでもそこら辺私ほら人物の把握が甘いから、うん、でこの辺に行った時に、じゃあ僕はちょっとあのここからこう見させておいてもらうよみたいなこと言うじゃん、うん、あの、はい、アームチェアディテクティブを安楽椅子探偵もらうよって言った瞬間から、こいつだろうなきっとっていうのはちょっとやっぱり予感的にはあったかな。なるほど、本土の方ではそう、うん、ただそれが本土にいるのとイコールだっていうのはあんまり私の中ではまだその段階では結びついてなかったけど、うんうん、まあだからなんだっけ、モリスだっけ、モリスですね、うんうんうん、だからね、そこ自体はこいつだろうなっていうのは、うん、多分分かるように書いてるんだよね、うんうん、そうかもしれない、ね、うん、だ結局あんまり関わらないように、なんか関わる感じの流れになってんのに関わらないで一歩引くよって本人が言うから、うん、ってことはやっぱりこの人なんだろうなっていう予感はあって、うん、でやっぱりイコールでそこがつながるかつながらないかっていうと、あんまり私がほら推理しながら読むタイプっていうよりは、その時その時で感じたことを結構だから登場人物の中でこう処理していっちゃうっていうか、うんうん、あの割とだからキャラになって読んじゃうタイプだから、うん、だからあのだからいいお客さんではあるんだけどいいお客さんではあるんだけど、ミステリーを読む人としてはなんだろう、本当は推理しながら読んでほしいのかな、作者のからするとって思うから、うん、そういう意味ではあんまり意図とは外れてる読者になるけど、なんつうの、だからこことそこがイコールかなって思うよりも先にもうページめくっちゃってるからだからなんていうの、視点が変わるじゃん、はいはい、あのあります、ね、ほっとした的な感じのさ、あ、内面内描写、内面犯人のそうそうになってくる時とかに、なんだろう、そんなに結構すんなり入れるっちゃうというか、うん、もうだからあのはっイコールなのかみたいな感じのあの一言になるんじゃなくて、うん、そこはそこで、あ、はいはい、そういうことですよね、みたいな感じに、もう最後の二人が残った段階でどっちかが犯人なわけだから、うん、そう思うと、どっちが犯人かって言われたら、それは完全に、ね、最初から、仕込みしてきそうな、そうそうそう、っていうのももう分かってるから、うん、だから、それでまぁちょっとまぁ、これそれはどうよっていう感じではあるけど、そのほら、前情報としてさ、紹介編でさ、うん、頑張ってんなみたいなのがあったから、まあ、エアリーも頑張ってんだけど、まあ、一番頑張ってたとしたらこいつかなっていう。そうみたいのも あるから、だから、あとはね、正直ね、ほら、いや、僕はこれですって言うじゃん。うん、名前言うじゃん、自分の自分のあだ名言うじゃん、はい、うん、時にどれって一生思ったそこがモリスでモリス・ルブランでっていうのがそこまで来たら分かるけど、うん、だからそこがこの作品の一応肝で、うん、その最後の一言っていうのが推しポイントでもでしたけど、うん、そのこいつが犯人だなとか、うんうん、この人っぽいなっていう、その、うん、この人だとか、うん、こいつだとかっていう、うん、読者が思っているのと、うん、本当のその実際にいたとして、うん、ビジュアルが見えてたとして、うん、でこいつっていうのも、うん、それは合ってるんだけれども、うん、認識が違う、その名前がだけが違うっていうことで、うん、同一性のその錯誤を、うんまあ狙ったのがこのトリックなんだよね。そのだからこいつがやったんだろうなっていうところは、うん、多分分かるように書いてある、うんうん、でこいつねこいつねって思っててほらやっぱりこいつだ、うん、えこいつこうなのっていうやつなんだよね、うんうん、そういう意味ではちょっとこう犯人宛てとは違う方向で書かれているよね。そこなんか恥ずかしながら自分の感覚で言うと、うん、なんかそのあだ名を言ったと、あだ名を言って、で、あ、じゃああなたはあれですかって言った時に、いえ、本名はこう、うん、あれですって言った時に、森さんは文字ってないんかいっていう言い込みが先に、先に来たってからの、あ、こいつかみたいな先にツッコミを心の中で入れたよね番要素どこにもねえじゃんみたいなそれが正しい、うん、なんていうの流れではないことは分かってるんだけどちょっとねそうなったから、うん、あとは、はい、そのさ
別のその後だから結局視点が変わってそのどんだけ頑張ってたかみたいなシーンに入ったじゃない、うん、だそう あれさ他のほら小説とかでも最近ほらあのミミスやり始めてから、うん、私も結局その感想編で入ったりとかするのに、うん、あの今続々とその先生からあの課題本が来てるんだけどやっぱその犯人視点のそのネタバレというかさその、うん、こうやって行動しましたみたいのが あるけどなんか中にはやっぱりなくてもいいなって思うものが実はあるなって思った、うん、なんかそこまで説明ただあれはさどうなのかなやっぱりそこまで説明される方が嬉しいのかあれはそうですね島田自体が推理してないんですよ、うん、この作品に限ってこの作品に限ってまあ、うん、自白っていうかねほとんどねその、うんうんうん、探偵がどうこうってわけじゃないから、ねはい、謎を解いたあれ割とそういう探偵さん多いねどれなんだろうあの事細かに私が昔読んでたようないわゆる少女小説とかの探偵ものとかだと、うん、結構その名探偵があの全部1から10まで説明してあげて、で、ですよねって犯人に言ってこっくりみたいな感じの多かったけど、はいはい、今読ませてもらってるいわゆる大人向けのやつとかだと、うん、割とそんなにもう説明しない人の方が多いなって今印象が。まだ君は読んでないけどこれから出てくる、うん、大丈夫それ聞いてもいい大丈夫大丈夫あの月光ゲームとかそういう、うんうんやつは、うん、そのどね返しとかよりも、うんうん、これこれこうでこうでこうだからこうなんだっていう、うんうん、その推理の道筋みたいなものを、うんうん、探偵役がちゃんと喋るタイプ、はあはあはあうん、だからあなたが犯人ですねじゃあたまたまちょっと今触ってるのがそうそうそう割とねちょっと特殊なタイプだからその十角感自体が、うん、こういう読者に仕掛けるトリック、うん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 あの叙述トリックっていうんだけれども、うん、その登場人物を騙すためにどうこうっていうのではなくて、うん、読者だけが騙される、うん、っていうスタイルの、うん作品だと、うん、割とその謎を解くっていうふうにはならない、うん、そこの部分の種明かしっていうのは効果的な一言、うん、で済ませて、うん、その方がそのショックというか、まあ、あれだよね、アハ体験としてね、うん、そうだったのかっていうのが、うんうん、うちでもいわゆるそこはすごく意識して、ねうん、作ってるもんね、作品、うん、先生があと、うん、探偵がその読者に向けてのトリックを探偵が認識できないから、うん、映像とかだと難しいよね。そうですね、れこれは映像化がなかなかできない、できないですよね、これは映像では難しいよね、うん、いわゆる男女が違ったとかそういうのもさ、割れちゃうよね。まあそれは舞台でもそうだから、うん、毎回そこら辺はいつもはどう議論戦わせる、うん、だから呪術トリックっていうのは、うん、そもそも映像化が難しいトリックが多いね、うんうんうんそれを前の新人公演なんかではちょっとやってみようかなと思って無理やりやってみたけれどもいやでもあの振り返って考えてもとても面白かったよ、うんうん、自分も騙されました呪術、うんうん、トリックのところちょっと戻りますけど呪術、うん、トリックのところであの、うん、アガサが死んだ場面があるアガサが死んだ場面で、うん、バンが驚いてたんですよ、うんうんうん、そこの時点なんで彼女がなんで彼女がって驚いた時点でバンそこまでバンそこまでずっとバンを疑っててああそうなんだ、はい、うん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 でなんでバン驚いてるのって、うんうん、完全に容疑者から消えてあの一言が入りましたからそのねあの死んだことに驚いてるんじゃなくてタイミングが違うそうですよね、うん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 、そうねそこそういうなんつーのこう小ネタっていう、うん、小ネタっていうかね騙すテクニックっていうかね、うん、仕掛けです私は個人的にあの狩牛がお気に入りだったアガサタンがと思ってアガサタンがって倒れてるってなった時にアガサタンがと思って残念まあかといって最後まで残られても確かに困るんだろうけどそうねまあまあそんな感じでこのあ大丈夫かなこの子本当に感想だけどいいのかないいんじゃないですかどうね読書感想文よりひどいクオリティだけど大丈夫かなまあねあの誰そうねまあ、まあ、面白かったって私が楽しんだよっていうのは伝わってればいいかなって私は思う、まあ、だからねできれば読者もあそこ俺も思ったとかね、うん、なっ
ってたらいいなとは思うけどね、うん、聞いてる人たちがね、うんうんうん、あとはもう10巻か読んでこれ聞いてるならもう、まあ、ヤクタシリーズいっぱいあるんで、うんうんうん、ちょっとあの登場人物多いなちょっと遠慮しこれはでもねかなり多い方です。大丈夫かな、この先も結構登場人物多そうなの多いんだよな時計感がめちゃくちゃ多かったから。そうなんだ。まあでも水車館あたりが一番人気あるかな。知らない館、知らない館がいっぱい出てるぞ。水車館はそうです、人気ありますね、トリッキーな、うん、ちょっとじゃあこれが終わってまたこれ好評だったら先までなんね、8回シリーズで始めてるんだけど、まあとりあえず8回ってことで8本、うん、好評だったら先まで行くからもしかしたら館シリーズもまた出てくるかもしれないね。うん、うん、そうね、はいはい、じゃあそれと締めてもいいですか。はい、はい、ではではリスナーの皆様ともぜひ語り合いたいと思っていますので、ご意見ある方はどしどしコメントくださいませ。コメントをくれたら担当が返しますのでコメントの上ところでネタバレしちゃうとそれはそれでまたせっかくここまでケアしてるのにみたいな感じになっちゃうんでコメントはネタバレ聞いてでお願いしますね。まあ、ね、ではではこの辺でお相手ははい町山とサリュウとゆきおでお送りいたしました。次回の課題本は何だっけ。アリス川アリスさんの先ほど出ました月光ゲーム、はーい、担当劇団員は柳ゆきでお届けいたします。はい、お楽しみに。バイバーイ。